玉飯トレはドイツケルン出身のトルコ代表サッカー選手。ベシクタシ JK 所属。ポジションは攻撃的 MF ウィング。トルコのサムスンから移住したトルコ人の両親のもと、1992年に3兄弟の長男としてドイツのケルンに生まれる。SV アドラーデルブリュックを経てバイエルレバー空前の下部組織でプレーしていたところを、 プレミアリーグのチェルシー FC のフランク・アルネーセンスカウト部長の目に留まり2009年2月1日に3年半契約で引き抜かれると2010から11シーズンは大半をリザーブチームで過ごしプレミアリザーブリーグサウスディビジョン及びプレイオフ優勝に貢献したリザーブではミラン・ラルコビッチと共にチーム最多となる16試合に出場して4得点を記録していたが トップチームでは13試合にベンチ入りを果たすも起用されることはなく2011から12シーズン開幕前のクリスタルパレス FC との親善試合でダニエル・スタリッチとの交代によって63分からトップチーム初出場を飾った。チェルシーでスポーツディレクターも務めていたアルネセンがブンデスリーガのハンブルガー SV の幹部に就任した影響から両クラブで取引が頻繁に 行われるようになり、ヤコポサーラ、マイケル・マンシェンに次ぐ3人目の選手として、2011年6月6日に、ハンブルガーと3年契約を締結した。同年7月30日に、マルシュベイク・スタディオンで行われた、VFB ・オルデンブルクとの DFB ・ポカール1回戦で、公式戦、8月6日のボルシアドルト・ムントとの2011の12シーズン開幕戦において、 リーグ戦初及び先発出場を飾り、以来、17試合で6アシストを記録する活躍を見せていたが、1月の中断期間中のスポルティングロケレントの親善試合において、半月板を損傷したことで、4週間から6週間の離脱を余儀なくされ、最終的に22試合の出場に止まった。2012年7月26日に、 ロシアプレミアリーグの FC ルビン火山に4年契約で移籍したものの、わずかリーグ戦5試合の出場に止まり、2013年6月には、スユペルリグのベシクタシュ JK2013 から14、シーズン終了までの期限付き移籍に出される。本拠地でのトラブゾンスポル戦において、初出場初得点を挙げる好調な滑り出しとなると、8月27日の、 敵地でのカイセリ LGS スポルセンでも得点を挙げる、と、レギュラーとしてプレーした結果、2014年8月8日に、遺跡金450万ユーロの5年契約で、ベシクタシュに完全移籍を果たした。2007年からトルコ代表の年代別で、活動しているトレは、U-17 フランスとの準決勝まで進出した、チームの一員として UEFAU-17、 欧州選手権2008に参加し、準決勝にも41分まで出場する。17歳の時には、2009年9月の UEFAU-21 欧州選手権2011予選に招集され、U-21 ジョージア戦において、トゥナイトルンと交代で36分から出場する。クラブでの練習を、A 代表を率いるフースヒデンク監督が視察した際に、 パフォーマンスが気に入られて、A に代表に招集されると、2011年5月には6月の UEFA ユーロ o 2012予選ベルギー戦に向けて A 代表に初招集され、同年8月10日のエストニア戦において初出場を飾った。拳銃問題2013年10月の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選でのオランダ戦を代表チームの宿泊するホテルに友人を連れて、 押しかけると、部屋で、破綻チャルハノールとエメルトプラクを拳銃で脅したと、報じられる。しかし、これに対して、被害者の一人であるチャルハノールは、TV 出演した際に、拳銃で脅してきたのは、トレの連れであり、原因は、トプラクの友人とトレの元恋人にあったと真相を、明かしている。出典、チェルシーベシクタシュ。ありがとうございます。